皆さんこんばんは、青木真人です。ご機嫌いかがですか。4月最初の日曜日、4月というと進学進級、そして、社会へと新しいワンステップを踏み出した方も多いと思うんですね。どうか頑張ってくださいね。今夜のゴールデンライブステージは、そんなシーズンにふさわしく、その名もズバリステップスの初来日ステージなんです。昨年12月6日東京芝の郵便貯金ホールで収録したものを聞いてまいりましょう。ステップスというグループ名はね、ちょっと耳なじんでない方がたくさんいらっしゃると思うんです。僕も、ステップスという名前初めて聞きましたけれども、メンバーを聞いたら皆さんびっくりすると思うんですね。ご紹介いたしましょう。テナーサックスがマイケル・ブレッカー、ベースがエディ・ゴメス、ピアノがドン・グロルニック、ドラムスがスティーブ・ガッドに、ビブラフォンがマイク・マイニアリという、大変に異色な組み合わせですね。でこの5人が、ニューヨークで結成したのがステップスというわけなんです。でこの5人のメンバーそれぞれ見てみますとね、例えばスティーブ・ガッド、あのスタッフの名ドラマーね、それからエディ・ゴメスはビル・エヴァンスの名ベーシストですけれども、ビル・エヴァンスは亡くなりましたけれども、このスティーブ・ガッド、エディ・ゴメスなんていうのは実は昔からの友達です。それからマイク・マイニアリ、スティーブ・ガッド、マイケル・ブレッカーなんていうと、ニューヨーク・オールスターズで勝って日本にやってきたことがありますね。この人たちは少しずつ音楽の方向が違うんです。あの個性が強い人たちばっかりで、しかしいずれも、ニューヨークの第一線でバリバリやってる人たちなんですね。でその5人が今回はメンバーを組んでステップスという名前でやってみようというわけです。でしかもですね、彼ら普通は新しいリズムで演奏することが多いんですけれども、今夜は4ビートを演奏する、昔の4ビートとはちょっと違うけれども、若くて新鮮な4ビートをやってみようというわけです。この辺をじっくり聞いていこうと思います。それでは1曲目紹介いたしましょう。14分という大変長い演奏ですけれども、ウェザーリポートのメンバーでありますジョー・ザビヌーの曲、ヤング&ファインを聞いてまいりましょう。ステップスです。こんばんは。 Ladies and gentlemen, please welcome Mike Brecker, Steve Gadd, Eddie Gomez, Don Jordan, Mike Murray, Steps from New York City, with your own Kissimmee Watanabe.
Thank you.
アメリカの若者の歴史はスニーカーと共に歩んできた。ブリヂストンスニーカーグラフィティ。1950年代ロックンロールのリズムに乗ってスニーカーはアメリカ全土に広がった。1960年代ウエストサイドストーリー大ヒット。ジョージ・チャキリスのスニーカー姿は若者たちをしびれさせた。1970年代ちびっこ野球映画頑張れベアーズの子供たちにスニーカーがよく似合った。そして1981年3月セダンがスニーカーを履いた。新しいリズムに乗ってセダンが若返った。走りまくれセダンスニーカー。マイカーをスニーカーにするスーパーフィラーラジアルセダンスニーカー新発売。ブリヂストン。 NASA が歌うキリンレモンの歌。日が沈むまで Just wait、 まだしばらく知らない。空気が2度冷えた。 Drink up キリンレモン。これはスタンダードジャズの名曲ステラバイスターライトですね。とっても古い曲なんですが、ステップスはこんな曲も演奏いたしました。それではステージの模様を紹介いたしましょうね。下手左側がビブラフォンのマイク・マイニエリ。この人はベテランビブラフォン奏者です。活動の仕方がちょっと地味なんでね、日本ではちょっと知られてないかなという気がいたしますが、ニューヨークのミュージシャン仲間に聞くと、もう人間といい音楽といい共に大変に立派な大人の成熟したミュージシャンであるという話を聞いております。それから上手右側の方がピアノのドン・グロルニック。彼は今夜アコースティックピアノ一本やりですね。中央後方の方にベースのエディ・ゴメスとドラムスのスティーブ・ガッドが並んでおります。まあスティーブ・ガッドはご存知の名ドラマーであります。それからエディ・ゴメスは、さっきもちょっとお話しいたしましたけど、ビル・エヴァンスと、亡くなったビル・エヴァンスとずっと活動を共にしてきた。この人はウッドベースしか弾かない人ですね。エレキベースは弾かない人です。それから中央が、マイケル・ブレッカー。お兄さんのトランペッターランディ・ブレッカーと組んでバンドを作っている。こちらは弟さんのテナーサックスの方であります。ところで、この日のステップスのコンサートに一人ゲストが加わりました。日本のギタリスト渡辺和美さんです。彼がコンサートの途中で登場いたしますとね、ステップスに対する以上の猛烈な拍手が湧きました。中には頑張れよなんていう声があったんですけどね、何を頑張るんでしょうかね。後半ではこの渡辺和美さんが加わった演奏も聞いていこうと思います。それからステップスの来日ステージは、ごく最近2枚組のレコードで発売になりましたね。こちらの方は六本木のライブハウスピットインで演奏したものを収録しております。でこちらの私どもの方は、郵便貯金ホールのコンサートホールでの実況なんですね。まあ、この辺聞き比べてみるのも面白いんじゃないかなと思います。それではパート2の曲をご紹介いたしましょう。 I'm Sorry。 それから次の曲はマイク・マイニアルの曲ですが、渡辺和美が加わります。サラズ・タッチ、ステップスです。
Right now, we'd like to bring to the stage, and please welcome Kasumi Watanabe.